はいこちらのコーナーでは「虹色デイズ」のようにキュンキュンした体験談やまたはキュンキュンできたはずなのにどうしてあ,あんなっちゃったんだろうという失敗談をご紹介いたしますと、はい、もうこのコーナーは、はい、キュンキュン具合でいうともう200%ぐらいでいつもやっているので、はい、当然、はい、メールの読み方も。 キュンキュン度合い上げていただきたいと思いますよ。はい、キュンキュン度合い上げるキツどういうことですか。任せてください。はい、ちょっと僕がやってみます、ね。お手本を見本。はい、<laughs> ラジオネームあずみんさんからいただきました。ありがとうございます。はい。私がそういうこと。今まで一番キュンキュンした出来事は。そっちか。好きな人と手がぶつかった時<ー>お互い手を引っ込めて照れながらごめん。 っっててい合って笑い合ったことです、えー、今思えば本当に些細な出来事だったのですが当時中学生だった私はその漫画みたいなシチュエーションにドキドキしました「虹色デイズ」のお話にもあったみたいにいつか好きなこと観覧車に乗るのが私のひそかな夢ですバカにして違います違います違いますピュアな感じを何かピュアな感じできてたでしょ今、えー、ピュア口でした今。 ピュア口完全に今ピュア口です新しいピュア口拓也ですピュア口拓也でお届けだもうピュア山ピュア山もういいよピュア山が読んでくださいわかりましたいいじゃないですかこれ好きな人ってあるよねまあよくねテンプレと言われるようなね本屋さんとかです同じのあるあるすぎだねあるある あんなことないよねこんだけネットショッピングは全盛ですからねなかなかいややめろやめろやめろそういうことは本屋でこんなね探すってこともなかなかねでもあれってさよく考えてみたらさ同じ本を取ろうとしたってことはさ趣味嗜好も同じなのかなっていうのもあるからなんかよくできてるよねまあそうなんだよねそこから始まる僕でもね本屋さんにあるのよそれえっ わざと当たり屋で、当たり屋なさ人聞きが悪いと狙ってんじゃないよ。違います。あのね女の子が高いところの本を取りたいみたいな感じでこうやっててでも取れなさそうだったからまあ僕ひょいって取れるからあこれですかって取ったら女の人があ違います。 <laughs> 余計なおす余計な「あごめんなさい」って返して <laughs> そのままスッてね <laughs> で「どれですか?」ってもう一回行けばよかったいやなんか多分迷ってたんだろうなと思って「もうごめんなんか邪魔しちゃったな」と思ってもう二度とこ二度と声かけないと思ってそういう時って <laughs> それでいいんじゃない関わらないと思ってでもほら中学とか高校とかだとさもうさ、うん、結構こうと女子との間って離れてたよね机って。 そうだったかもしれない僕もそうだった小学校の時って机つなげてるじゃん男女でそれはあれですよもうやっぱり男と女が意識し合う時代が来たんですいやもう本当にね小学校の時好きな女の子が隣に隣の席になった瞬間の換気具合席替え超楽しみじゃなかった小学校の子違うまあ楽しみじゃなかったですか皆さんまあまあ楽しみえっ何 内山さん小学校の時はそんな女子あんま意識しない系男子しないしないと装ってる系男子人に好きな子を聞くのが大好きで今今とさして変わってる変わんねえなおいなんだよその頃からじゃああんまり自分にはそんなにあれだったんだねうんどうだったかな松岡君はいやありましたよやっぱりで小学校の時に なんか学校で泊まって肝試しをやろうっていう学校に泊まって肝試しをやろうって言ってしかもそれをくじ引きでペアを決めるくじ引きでペアガッと漫画みたいだねあったんですよでその当時すごい好きだった子があの呼ばれてないんですよほんと最後の最後まで。 れもう残ってんの4人じゃんってどこまでいって自分も含めてやばいやばいやばいってなってめちゃめちゃテンション上がって呼ばれてはっこの番号はって思ったら全然違った四4分の2まで来てたと思いすよああ2分の1で外れちまったかしかも相手男っていうえっ男女で分けてないの男女分けてない バカやろ。小学生でしょ主催者を出せよ小学生あ、まあだからもう逃げ場が欲しいんだよねえ？だだから例えば男女でなった時になんだよお前かよ俺アジトが良かったしみたいな逃げ場所 <laughs> 必ずこう男女のペアだとちょっとなんか、ね、なんかやだ男子と組むのとか女子と組むのやだよみたいな、うんうん、そういったものをがだから男女でも関わってる人とかいるんでしょペアになってる人そうそうそう,そう 残念だったねだからもう腹いせに2人で回ってる時に真っ暗じゃないですか懐中電灯しか持ってないんそこで理科室回った瞬間に階段に向かってああそれはやりすぎもなあでもびっくりさせないっていうのはあるかもしれないねなんだろうねそなるほど小学校の子楽しかったなあ